こんにちは、シュです。今回はヨルメンガンドユル使って闘技場をやっていきたいなと思います。ヒーダースキルがドラゴンと悪魔の全パラ 1.5 倍、お邪魔の5個十字っ子につき4倍だね。はい、やっていきましょう。結構ね、編成が難しかった。とりあえずヨルメンガンド入れるのが一番いいんじゃないかな。1体は欲しいね。ただ2体いるかって言われるといらないのかもしれない。結構ね、ターン数が重いんですよ。なんでフェンリルウィズ複数入れるのがもしかしたら一番いいのかもしれない。ただね、1体しか持ってないんだよね、フェンリルウィズ。まあなんで今回はそれで来てます。ウェイ。いやー、もう1体欲しいかも本当に、フェンリルウィズは。で、基本的にお邪魔が55で消せば、まあほとんどの敵は倒せる。カーリーは倒せないのかもしれないけど。いやでもカーリーそれで倒せなかったらダメか。わあ、いいですね。マジでめちゃめちゃいい。どうでしょう。オッケー。最初ね、ここにガイノートも入れようと思ったんだよね、火のやつ。ただガイノートオールドロップチェンジプラスお邪魔っていう点で、ヨルムンガンドよりもね、期待値がちょっと低いと思うんで、まあやっぱヨルムンガンド詰めるのがいいんじゃない、詰めるというか1体入れといた方がいいんじゃないかな。はい。で、基本的にスキルは3ターンで使えるフェンリルウィズをガンガン使っていく形になると思うんですよ。ただ超使いづらい。まあ多分リーダーで使うことはないんじゃないかな。本当にサブだよね。プレドラとか楽に抜けそうだね、毒あるし。えい。で、次が、ここ、これ使っちゃおうか、ゆるゆる。うん、これね、この7個とか出るのが一番いらないんですよね。このお邪魔が7個とかやるともう55とかでしか消せないから、マジで意味がない。えい。うわー、オッケーじゃない。でもここまで来れば全パラ 1.5 倍かかってるからいけんじゃないかな。全パラ 1.5 倍で、はい、はいはいはい、いけるはず。 1.5 の 2.25 かな。 OK。 ちょ、危ねえ危ねえ。うわー、やばい。あ、 OK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 。 いいね、逆に OK だった。今ヨルメンガンドがバインドされてなかったらバインド食らってたんだよ。なんだけどバインドされてた状態だったから普通に暗闇をしてきた。で、これ使って55組めるかな。組めそうだね。基本的に色は見ないで変換してるから色あるのかが分かんない。ウェイ、いいですね。で、次のプレドラじゃなくて玉ドラはヨルムンガンドの6で抜けるからまあ問題ない。自分のリーダーはね、覚醒バッチでバインドは効かないんだけど、お、OK だね。使っちゃおうか。これ使って。あー、そう、このね、4個とか出ちゃうと、マジで意味なくなっちゃうんですよね。はい。で、自分の闇フェンリルが、継承が、シーン継承してる。あー、でも次コンボ吸収か。いやー、でも無理だね、これ。お邪魔1個だと大抵抜けないんですよ。なんでお邪魔2個は欲しい。 OK、 これでフェンリルがたまるね。6コンボいけるかな。ちょっとだいぶ落ち込んに期待してます。多分自力でいける気は正直してない。1,2,3,4 っていうか今無理だったね。お邪魔繋がってた。むずっ。ちょ、待ってね、ここだいぶぐだっちゃうかもしれない。 OKOK。 で、ヨルメンガンドユル使っていこう。わー、待って、ずっとこいつ暗闇か、もしかして。ちょっともう一回剥がします。OKOKOK。 ずっとじゃなかった。これ使って盤面6か、盤面6か。で、お邪魔これ5個あるかな。あ、ないのか。
これ多分倒せないんじゃないかな。ゴーゴーナイト結構きつい。あーでもいい落ちコン。いやーですね。もう一回使います。でお邪魔10個来い。 OK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 。 どうすかこれ。 1,2,3,4,5,6,7,OK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 。 7組めた。あぶねー、難しいねコンボ吸収が。まあここは余裕でしょう。いやでさ、このヨルムンガンドユル取んのがすごい大変だったんだよ。めちゃめちゃダンジョン難しくてね、なかなかクリアできなかった。6階層目ぐらいまでは割と簡単にいけたんだけど、7階層ぐらいからね、アヌビス出たりゼウスディオスとかも出んだよね。でゼウスディオスがやばいんだよ。あいつ先生がね7万ぐらい飛んできてヘラ以上なんだよね。いやなんで結構きつかった。ちょっと対策しないとマジ で今回ちょっとパズルに集中して全然喋れないな。はいはい、1体ぐらい倒せるかな。あわよくば全部倒してほしいけど、いけるかこれで。 OKOK、 行ってくれた。これねこのパーティーヨルムンガンドユルとのジンの相性がめちゃめちゃ良くないんですよね。光お邪魔、回復っていう。だからフェンリルウィズ詰めるのがマジ鉄板だと思う。オッケー、これ使って、よし、ゴーゴー組めそうだね。うん、ちょっとしょぼめだけどまあまあいけるでしょう。オッケー。最近ね闘技場3できてないんだよね。一瞬このパーティーで闘技場3やろうかなとも思ったけど、まあ一瞬で挫折した。もう無理だなと思った。モンハンコラボあれでね多分強いキャラが出ると思うんですよ。石10個っていうのもあって、まだ性能は発表されてないんだけど、まあなんでその時にあれやろうかな。闘技場3多分いい感じに勝てんじゃないかなと思う。 OK。いやでもどんなさ性能なんだろう。やっぱヒロインガチャを考えちゃう、石10個っていう点で。だから星7とか出ちゃうとね、あのウルカイルミナレベルを思い出しちゃうんだよ、出にくさを。なんで星7はやめてほしいな。いやまあ同じ排出率とは限らないんだけどね。いやーちょっとでも性能が結構楽しみなところもある。10個だからねコラボ初ので、今ちょっとお邪魔待ちしてたけど全然お邪魔返ってこないな。あこれもしかしたら毒でいけたのかな。今回復の十字は決まったんだけど、どうしよう。次で来なかったらフェンリルウィズ使っちゃおうかな。オッケー。どうしよう、使っちゃおうか。まあ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 突破したでしょう。でここどうすっかな。あ待って、こいつ確かお邪魔作ってこなかったっけ。なんかお邪魔作ってきた記憶がある。真ん中一列お邪魔かな。ちょ今思い出した、だから真ん中にお邪魔を置くべきではなかった。そうだね。で次回復作ってくるからお邪魔残して OK。 いいよいいよ。でここでお邪魔は真ん中に置かないようにして、結構ねスキルダメガンガンしないと厳しいねこのパーティー。今の時期です、今のねリーダーだと結構サクサクいけんだけど。1,2,3,4,5,1,2、あーないか、使っちゃおう。こんな感じかな。
チョン。いいねいいねいいね。今削り損ねてても多分この HP あれば受け切れたはず。うわーこいつか。これゆるゆる使っちゃおうか。でここも多分倒せないんじゃないかな。お邪魔この量だと多分倒せないと思います。ただ気落ちコンとか乗れば乗んないか。これはゆるめんガンド使って、あーないか、あーないかちょ待ってスキルの無駄遣いがやばい。いやだから本当にね言っちゃうとめちゃめちゃ弱いリーダーなら。そう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 、何来る。うんーパールか。パールのでもお邪魔1個ならいい感じに削れそうな気がする。ちょっとお邪魔1個で削ってみたいな。さすがにこれじゃ削れないでしょ。あーでも結構目に見える削りはある。ちょっとタイガーラッシュ待ちます。お、来た。でお邪魔は1個にして、あーで光ないか。これでどう。やべ落ちコンがすごい。あーでもいい感じなんじゃないかな。今20万ぐらい出てなかった。フェンリルウィズがちょもう一回今のやりたい。ていうか早めに毒使ってちょっとでも削っときたいな。ただ負ける要素はないんじゃないかな。倒すの難しそうだけど、ちょっとタイガーラッシュ待ちにします。 OK タイガーラッシュ来い。いいねいいねいいね。でこれ使って、これキラーとかは多分誰も刺さんないと思うんですよ。どうこれ4コンボ5コンボ678。やべ木がすごいな。落ちコン、ちょっといいとこ行くまでカットします。はい、いい感じに削れたんでここで行きたいなと思う。これで本当今ね闇とあれが落ちやすいゾーンだからちょっとそこが気になるけど、これでいい感じに削れんじゃないかな。闇は組まない。いやー入っちゃうか。いやーでもめちゃめちゃ OK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  めっちゃいいね。でここゆるゆる使って難しいな。ここで絶対倒しときたい。いいんじゃない？ちょっと控えめ。いやー乗っちゃうか。 OKOKOK 副属性で今いったのかな。火入ったの。 OKOK 結果的に、うん。でここは 100% 毒弾きます。このパナキーねお邪魔耐性 100% 以上あるんで、あーでお邪魔残しとくか。でどうやって倒そうかな。フェンリルウィズ使って抜くのが一番無難な気がする。よし結構いいとこまで来た。ここまで行ったら勝ちたい。で次ディオス対策のためにしっかり回復はして、ね、はいはいはい。で回復はマッチにしたいけどちょっとできない。オッケー。ちょっと回復の量が渋いけど、ここでしっかり回復して、で次変換するのが非変換なんだよね。あれがフェンリルウィズがなんで火は残します。火消さないようにして十字2つ組めばいけんじゃないかな。123451 OK 多分55組めると思う。これ使ってあるね、55。危ねえ。ちょ、今55なかったら負けてた説がある。いいね、いいね、いいね。謎の水の全体も入れれた。いけ、行ってくれ頼む。いい気落ちコンこの落ちコン生かしてこう。オッケー。で、スキルもまあまあ溜まってんね。うわー、コンボ吸収か。はい。
で、どうやって倒そうかな。ヨルメンガンドユル使って抜くのが一番無難な気もする。あ、でも結構削れんね。あ、待って、ちょ、ミスった。お邪魔作ってたのか。お邪魔残します。そうか、こいつお邪魔作んのか。ちょっと今適当になってた。あ、551じゃん。待ってね、あ、回復できないな。ちょっと回復してます。ただこの HP あればあれも耐えれるけど。落ち込ん。ここをヨルメンガンドユル打っちゃいます。で、お邪魔2個。 OK、 5号組目だね。いや、ごめんなさい、組めないね。ちょ、あんま色見ないで言ってるから。多分これだと倒せないんじゃないかな。あー、オッケーオッケー。キラーがめっちゃいい草刺さった。お邪魔1個でいけるのはありがたい。で、ここはこれ使って、あー、ないか。ちょっとね、このヨルメンガンドで回復じゃなくてお邪魔5個出すのと出さないのと全然違うんですよね。オッケー。で、フェンリルビズ使おう。で、多分55やっちゃうと倒しちゃうと思うんで、5で全力で。あ、でも55でもいいのかな。ちょっと最低限の光含めてない55、これでどうかな。攻撃色が結構少ないから、あー、いっちゃうか。やっぱ一色なのかな。どうすっかな。とりあえず十字一個でやっぱ殴ってみよう。十字一個殴りします。 OK、 来てくれた。で、確かね、ヨルメンガンドが 2way 持ってんですよ。なんで 2way は一応入れれたら入れた方がいい。どうでしょう、これでいいね。落ち込んもいい、素晴らしい。削りすぎってことはないと思う。なるほど。一回回復します。ちょっと待ってね、ここだいぶ下っちゃうな。はい、今の感じだと、今の感じだと1個でいいね。お邪魔十字2個はいらないと思う。で、これで全力で、はいはい、どうでしょう。パズル自体は悪くない。多分倒すことはないと思う。いいとこ行くまでカットします。はい、ようやく、ようやくいけた。結構下っちゃった。ようやくだ。で、これ、次、フェンリルウィズ使って抜きたいんで、とりあえず、回復と火は残しますと思ったけど、火はないのか。で、光も1セットくらい消しちゃおうか。オッケー。いやー、めっちゃね、大変だった。うわ、待って、これ。55組めないな。いけるかな。ちょっとやばいかもしれないです。割とやられる可能性もある。ただ 2way 組めばいけるかな。OK、 ちょっとキー組みたかったけど、落ち込んでどうにかなるでしょう。 OK、 いいねいいね。危ねえ。で、次ベルゼブブ出ても毒 100% なんで大丈夫。まあ、毒食らってもヨルムンガンドいるんだけどね。 OK、 いい感じだ。で、ここしっかり回復呼びます。回復呼ばないとやばいっす。すげえキュッキュッキュッなんだ。はい、オゲイ。で、回復来てくれ、頼む。こいつ結構ダメージでかいんだよね。あー、でも言っても、
どうしよう。4万あればさすがに耐えきれると思うんで、うん、行きます。4万あればやられないでしょう。やられるかな。でもダメージは相当でかいっていう記憶はあるんだけど、回復落ちともくれるとなお良い。回復、いやー来ないか。で2万1000ぐらいだったね今。あぶね、2万1000は耐えきれないね。これだとこれ使って5個来ないか。5個来ないんですよね。でシーン使っちゃいます。はい、まあ、こいつは倒せたと思うんだけど、カーリー戦だよね問題は。次にこれが溜まるんだよ、ヨルムンガンドユルなんだけど、ちょっと気落ちコンとかないとね倒せないと思う。いけるかな。一応シーンっていう結構指多めのエンハンスは使ってんだけど、攻撃枚数がね3枚だけになっちゃうんですよね。あでも回復できるからいけるか。やっべえ、色ない、色がない、色ない。ちょっとこれどうにかなんないかな。いけ、頼む、行ってくれ。いい、ただ色がないんだよね。いい、オーケーオーケー。これならさ十字2個入れてたらいけてたね。あぶねえ。いやだから結構三色人は運があるね、運ゲーみたいなとこ。はい、でフェンリル・ウィズが残り一旦でオールドロップチェンジしてくれると嬉しい。この量だと多分十字2つ組めないんで、とりあえず色呼び寄せの、はい、いいんじゃない。でカーリーオールドロップチェンジしてこないかな。そうするとねいい感じでお邪魔が作れそうなんだけど、うんうん、来た。ここでいこうか。これ使ってこれも使っちゃいましょう。多分いけんじゃないかな。ちょっと色は見えてないんだけど、まあどうにかなるでしょう。うん、いいんじゃないこれで。オッケー。うん、もうもう二度とリーダーでは使わないでしょう。オッケー。危ねえ。今でもちょっとギリギリだったね、ヘリ。全然余裕って感じではなかった。はい。音で使うならサブですね。サビというか継承かな。お、いいね、ランクも上がって。はい、ということでじゃあ今回これで終わります。バイバイ。